メリー女子、あってのジャニー喜多川氏だったかもしれず。自身の独裁性その抑止、それとしてその存在は、利益を考えた時には無視できなかった、が。昭和天皇、その喪失はその、メリー女子の抑制を失った、のかもしれない。何かが歪んでいた？もう高齢で、ゴシップでは？地方の毛が少しあるという話。今更だがなおのこと、面倒、そんな壁になった、のだろうか。彼女の前に、かつての王、それは今、見えるのか。風説としてはジャニーズ事務所も微妙にゴタゴタしている感じで。独裁性、どれだけ偉大な王でも逆にだ、いなくなった時の喪失と混乱、墜落は悲痛とともにはある。昭和の滅私奉公、それはもう要求しにくい時代だ。一人だけ人々のために24時間戦っていて、後の人々は好きな夢を追ってる、そんな理不尽はもう許されない。